最近ハマっていることは。金稼ぎ。日本のヒップホップも少し興味があるっていうことなんですけど、こいつは無理やって思うやつだったり、まあ、嫌いや絡みたくないっていうラッパーって言いますか。歌丸。歌丸みたいなグラサンしてるくせに歌丸嫌い。